どうもゴールデンボーイジム会長の金子です。最近よくマッスルウォッチングさんの YouTube でライブ中継見に行ってるんですけど、ここでコメント欄のところでやり取りをしてて、お風呂の中でインナーマッスルトレーニングをするっていうようなことをちょっと書き込んだら、それを教えてくださいなんていうコメントがあってですね、それだったら普段やってるトレーニング紹介しておこうかなと、思った次第です。さて、肩周りのそのインナーマッスルトレーニングですね、一般的にはそのチューブトレーニングとか、また軽いダンベルなんか使ってね、こういう行ったり、内旋外旋こう行ったりするんですけど、お風呂でやる場合、僕はですね、こう腕をしっかり固定してですね、この内旋と外旋、いわゆる極下筋ってやつと肩甲下筋っていう筋肉をですね、同時に鍛える方法を行ってます。これお風呂の中だととっても楽なんですよね。普通チューブなんかだと、こういう外旋の動きと内旋の動きで、こうこちら方向から引くやつ、こちら方向からまた引くやつで、こう分けなくちゃいけないんですよね。ダンベルとかでもそのためにこう体の向き変えたりするんですけど、お風呂に入ってやってる場合ですね、これ非常に簡単に同時進行でできちゃうんですよね。風呂の中で撮影っていうのもちょっと現実的じゃないんで、この椅子の背もたれ、これはですね、浴槽の壁の部分やと思ってもらってですね、ちょっとそれを想定して話していきましょう。こうやってお風呂に入ってくるんですね、大体こんな深さですよね、実際浴槽、もうちょっと浅いかな、こんなぐらいかな、大体狭い浴槽なんで、こう背中を張り付かせて、こう向かい側の壁を足でこうグッと押して固定すると、ピタッとこう体決まるんでね。で、この状態で、肘の下にちょっと手を軽く当てて、上腕がしっかり固定されるようにしてですね、でそれで水をかくんですね、たったそれだけのことです。水をしっかりかく、ちょっと、カメラ映りがいいようにこうやって体を起こしましたけど、時にはこうやって手を当てたりせずに、もうこうやって浴槽の壁掴んでですね、それで感覚的に、こう手を当ててる時と同様に腕がしっかり固定されるように意識しながらやったりもします。大体ですね、可動領域としてはこちら側、体ありますからこの辺までしか動きませんよね。そして外側、自然に開いていくと大体このところで止まりますよね。これをこう体ひねって動かしちゃ意味がないんで、体をしっかり固定してですね、腕もあちゃこちゃいかないようにこうしっかりこう手を添えて、肘がしっかり固定されるように意識してください。この状態でこう水の抵抗を感じる、抵抗の強さっていうのは、動かすスピードで単純に調整できます。あともう一つ、指先をこう開いたりとかですね、またすぼめたりすることで、抵抗変わりますね。椅子のことを握っちゃうとえらい抵抗弱くなる、僕はこういう使い方しませんね。大体こう指開いて行っています。この状態で自然に外に開く、このぐらいの角度ですね、大体前からどうでしょう、30度いいとこ、40度動くかな動かないだろうなぐらいな感じのところですね。この辺に当たるか当たらんかのところから、こう自然に開けるところまで、これをですね、往復します。大体こんな感じの速度ですね、僕が行っているパタ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 、この内輪で仰ぐような感じですね。しっかり固定してピシッと、体がこうフラフラ動かないようにしっかりピシッと、固定して、どうしてもこの向かい側の壁を足で押せないぐらいですね、広い浴槽をお持ちの方はそんなお金持ちいるのかなそんな広い浴槽もあんまりないだろう、そんなにこうやって押さえてる、つまり僕銭湯とか行くときはこうやって押さえてるってことなんですけどね、こうやって行ってもいいと思いますね。大体そうですね、動かす速度としては20、30とやればもうじんわりこう効いた感じになってくるんで、そのぐらいで、逆に言えばそのぐらいでじんわり効いてくる感じの速度でやってもらうのがいいかと思います、何にせよ本当にダンベルやチューブ使うのと違って同時に同時進行できますからね、これすごい便利。これは
トレーニング終われば皆さん毎日ねお風呂に入ったりすると思うんですよ。まあ、シャワーで済ませちゃう人もいるかもしれないけど、まあ、日本人ですからお風呂に入る人多いでしょう。ですからそのお風呂に入るたんびにこうやって同時にですねインナーマッスルトレーニングできますよと。しかも肩甲下筋と極下筋、ね、両方が同時に鍛えることができるということで、これ非常に便利なトレーニングかと思います。ぜひとも取り入れてですね日頃のトレーニングの中に生かしていただければと思います。はい、では今日は以上です。